皆さんこんにちは、ホームセンター佐久本の崎山です。アシスタントの日賀です。よろしくお願いします。日賀さん、はい、日賀さんってドライブとか行きますか？あ、もう大好きですよ。あ、本当ですか？はい、特に夜ドライブするのが好きなんですよ。あ、え、うん、なんで夜なんですか？もうお昼とか暑いじゃないですか。あ、まあ、あの日差しが強くて、はい、車の中の温度が高いのがね、はい、もうとにかくストレスで、はい、ドライブするなら夜行きますね。あ、そうなんですね、うん、じゃあ今日紹介する商品は、うん、日賀さんにはとっておきの商品かもしれないです。ほう、はい、こちらの商品です。ツインカーファン。おお、はい、こちらの商品なんですけど、はい、まあ、車で使える、ファンになるんですけれども、はい、ツインなんで2つついていて、はい、まあ、車で使用なので、うん、あのシガーソケットから 12V で、電源が取れますので。なるほど、はい、快適に使える商品になってるんですよ、うん、崎山さん、ちょうどね、あの車の中の扇風機欲しいなと思ってたんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、だけどちょっと見るからに、はい、ファンがちょっとちっちゃいなと思って、風量が弱いんじゃないかなってちょっと疑ってます。あ、そうなんですか、はい、じゃあ実際体験してみましょう。お願いします。はい、うん、はい、あとこちらの方がですね、まあ、弱と強と、段階になっていますので、うん、まあ、つまみを回して、調整していただくような感じになります。はい、あとはもうそうですね、こういう風に結構動くんですよ。すごい、はい、こんなに可動域広いんですか。はい、こういう風にもう回るんですけど、すごい、もう ずっと回ります。もうずっと。あ、じゃあこれはすごいですね、はい、これじゃあ運転席と助手席の間に置けば、はい、こういう風に両方回せるんですね、はい、そうなんですよ。あ、すごいですね、これいいですね、はい、でさっき日賀さんが言ってた、じゃあ風量を確かめていきたいなと思います。いや、そうですね、はい、それ気になります。一番大事なところだと思います、はい、じゃあ実際やってみたいと思います。はい、弱からいきますね、うん、あ、涼しい、うん、優しい風ですね。うん、でもこれだとまだまだ、うん、しょうがないですね。じゃあ強にしますね。はい、はい、きます。おー、強い強いな、風が。うん、これだと十分車の中も空気が循環して冷えると思います。うん、付属のですねベルトを使うと、うん、まあ、シートのヘッドレストに取り付けることが可能なんですよ。お、なるほど、はい、そうするとですね、後部座席の方も、うん、まあ、涼しくですね快適になるんですよ。ほー、これは便利ですね。そうなんですよね、うん、このサイズ感に対して、はい、やっぱり結構この風量もあるので、うん、うちの佐久本ではもうロングセラー商品になってるんですよ。ほー、はい、もうこれはもう本当に便利な商品です。あら、すごい、これは欲しいです、はい、うん、ぜひですね買っていただきたいなと思います、はい、こちらのツインカーファン、お買い求めはお近くの佐久本まで。ホームセンター佐久本。